タイム的なことで言えばその予選はホール取れました、ベストラップでも、1レース目は3位、2レース目は2位2番手のタイムでした。タイム的には悪くない、転んでなければそのトップ走ったり2番手走ったりそれも決して無理してたペースじゃないんですけれども、逆にそういうところに落とし穴があるというか、うん、まあ自分の人生こんなんばっかなんですけどねなかなかこうイレギュラーな転び方で2回ともダートで転びまして、うん、追い上げている時のその集中度合いの方がそのリスキーかといえばその何でしょうね、割とそっちの方が安定して走れてる感じはあるものですから、いかにその普段 その転んだ後の追い上げの集中のレースをそのレーススタートしてから普通に自分の中で当たり前の状態に持っていけるかというのが今の課題かなって感じしますね。決して油断してるわけじゃないんですけれども、ありとあらゆる、こんな転び方すんのみたいな転び方みたいなのが今回はレースはレースともあったなと、まあ、また練習します。広島は、最近はそのダートのレイアウトとかもオーソドックスな感じで、レイアウト的にも、すごくバランスがいい、中高速コーナーあり低速コーナーありダートもそこの周りの、走ってて走りがいのあるみたいな。ただ暑いんですよね、7月のど真ん中あたり、まだ下手したら梅雨明けてないから暑いか、もしかしたら梅雨が残っててまた微妙なコンディションかっていう感じなんですけども、まあ、ハードな戦いになるのは間違いないかなと思うんですけども、そんなに苦手ではないです。ただもうその暑さにやられないように、もういい年ですけれどもちょっと垂れないようにそれまでちょっと体力をキープできるようにトレーニングして頑張っていきたいなと、次回は何事もないようにまとめていきたいなと思ってます。